こんにちは、中里春奈です。突撃 M リーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。今回は角川さくらナイツの皆さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。というわけでカメラの中がピンクと黄色でめちゃめちゃパステルです、ね、キラキラしてます。チカチカしちゃいます。チカチカしちゃいますかね。まずは新規参入ということでドラフトで指名された時のちょっと気持ちを聞きたいなと思って、まずは内川さん。はい、はい、一番最初に。そうですね、ちょっともう時間経っちゃってね、はい、少し忘れちゃった気持ちもあるんですけど、ちょうど当日が僕試合だったんですよ、はい、M の A2 リーグでリーグ戦ですか、なのでなんていうんですかね、試合の方に集中できたので、あんまりなんか選ばれる選ばれないっていうところにドキドキしたりとかっていう、そのリアルタイムのドキドキはなかったんですよね。で試合に集中の方が、そうですね、ただ思ってたのは、まあ、もしその日選ばれたとして、その A2 リーグで50負けましたっていうのはかっこ悪いなっていう逆のドキドキがあって、ちょうどその節20ぐらい勝ったんでよかったんです。ちょうどね、国試上がって勝てたんでよかったんですけどね。まあ終わった後にスタッフの人から指名おめでとうございますっていうふうに聞いて、とっても嬉しかったのを覚えてます、はい、岡田さんはいかがでしたか。私その A2 リーグやってる隣の部屋で、ね、TKS で取材アベマ TV の取材入ってた、ね、密着あったんですよ、ね、あれ本当ですか。じゃあご一緒に、そう一緒に行った、一緒に行って、行った、たまにトイレに行くときにすれ違うぐらいで、ね、会話はもちろんないので、リーグ戦最中ですしね、取材ですもんね。でずっとやっぱ選ばれる瞬間のカメラ抜かれてたんで、逆になんかどういう顔すればいいんだろうって、なんかもし負けた時、負けたんじゃない、もし選ばれなかった時どうしようとか、もし選ばれた時どうしようって、なんか逆にちょっとそこにハラハラしちゃった逆の時にどうしようみたいな感覚が多かったんですね、はい、そうですね。それで一番最初にサクラナイツに選ばれて、その後いっぱいチームが あったんですけど、うん、その時にモニターで内川さん国試テンパったなみたいな感じでじゃあもう選ばれた瞬間はもう打ってたってことですね。1分差ぐらいだったのね、うん、名前呼ばれて 1,2 分後に告知、告知は上がるみたいな、ちょうどこう終わってからの方が私わーすげーってなってたっていうすごいなんか時間差な感じですね。そうなんですよ、はい、でも澤崎さん、はい、はい、選ばれた時どんな感じ。僕はアラサーに、ね、アラサーってアラの祭事、まあ、どうせ藤崎は受かるだろうからしてね。あら、そんな感じだったんですか、そうそう、まあ、前評価ありましたからね、まあ、藤崎はね、力的にも強いからね、あるしだから、まあ、あれは多分指名されるだろうから、原さんの行きつけの寿司屋で、で、つまみながらね、藤崎さんのお祝いみたいな感じで、お祝いって、まあ、選ばれないかもしれないからね、よう分からないからね、一緒にご飯してたってことですかね、じゃあ。そうそう、へぇ、あと田塚君と、はい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 、すごいね、4名で、でその場で、そうです、うん、そうね、じゃあ生でこう見ながらって感じだったんですか。へえ、その場で見たいな、そうですよね、ドンちゃんドンちゃんじゃないですか、ドンちゃんドンちゃんですよね、ちょっとお酒みたいな感じになりそうですけど、そうです、美味しいお酒になります、ね、いつも美味しいけどねM リーグをチーム戦で打つということになりましたけど、はい、赤割りのこのルールをなんかこう研究されたりとかっていう機会ってありました。連盟さんっていうと赤がなかったりとか、ね、一発がなかったりとかっていうルールが多いと思う。そういうイメージじゃないですか、はい、あの実は結構赤割りの対局連盟映像媒体でいっぱいやってるんですよ。各喜びでね、いろんな赤割りの大会で優勝してるし、うちでマスターズリーグっていう、はい、もう A1 と本当レジェンド級のアラさんとかアンナーさんとか森山会長とか、うん、もうっていうところのリーグをもう3期やって、ちょうど今4期やってるんですけど、うん、2期優勝してるんですよ、うん、第1期第2期佐々木さん、もう激強じゃない。第3期僕優勝でした。え、ちょっと待ってください、 なんですかそれ。それの強いレディースバージョン私、え、ちょっと待ってください、レディースバージョンはオカミ優勝してるんで、それは強いの決まってるじゃないですか、はい、でそんなに心配、そのルールにアジャストっていう面では心配してなかったですね、はい、全然ないですね、全くないです。で僕はもう佐々木さんは赤割り最強だと思ってるんで、
あの全ルールの中で赤割が一番得意だと、あ、いろんなルール実は知ってたんですよ、昔いろいろお話しして、はい、うん、やっぱね昔は町場でね赤割の麻雀いっぱい、うん、そう稽古量は多分赤割麻雀が一番多いですからね、うん、僕競技ルールってすごい苦手なのよ。えそんなこと言わないでくださいよ。なんか暗いからさ、暗い苦手ですとかさ、とか暗いなとか赤ある方が華やかですもんね、手配がね、高い手ができるしね、うん、はい、うん、桜ナイツといえば、うん、もうなんかずっとチーム成績上位だったじゃないですか、うん、沢崎さんに至っては個人成績が3位より下になってないですよね、うんうん、そうかな、これからまた1位戻りますから、うん、今ねこう現在何位ですっていうのがここに、うん、ね、テロップで出てると思うんですけど、出身なんか聞いちゃうかな、出身県、はい、県、僕は長野県、長野県出身で、はい、日向さんと同じ県、そうですよね、日向さんも一緒、はい、うちのピンクと一緒ですね、です隣の市ですけどね、隣の市ですけど同じ県で、で岡田さんが分かんないですね出身分かんないです、いろいろあり、ちょっと点々としすぎて、出身って難しくないですか、生まれた場所ですか、生まれた場所、育ちが長かったとこっていうんですかね、生まれたところは東京なんですけど、すぐに神奈川行って山梨行って、うん、中国6年行って東京戻ってきてって感じなんで、帰国子女そうなんです、すごい、だからちょっと分かる、拠点がないって感じですね、そうですね、一番長いの東京なので、あ、まあ、じゃあ東京出身ね、東京だね、おそらくね、やっぱ生まれたところってイメージな気がするから、うん、その生まれた病院がある場所みたいな、うん、生まれた病院、うん、じゃあ東京ですかね、多分東京だと思う、うん、で、沢崎さんが僕は長野の手前、手前群馬県ということ、はい、実はね、私もちょっと群馬県出身でですね、はい、そうなんですよ、ちょっと同郷だと思って、それは嬉しいですね、嬉しかったんですよ、群馬だと思って、うん、こう出身も年代も結構バラバラな3人ですけど、うんうん、連盟の中でこう団体は一緒ですけど、はい、うん、お話しされたりとかあったりしたんですか、仲良かったとか、いやー、うん、まあ、ではね、なかったよね、3人揃ってみたいな対局とかはなかなかなかったですけど、うんうんうん、まあね、ここは、うん、あの夜対局もさせてもらってたし、僕はオカピがあの入る時にプロテストの講師とかもやってたので、うん、はい、すっごい逸材が入ってきたよっていう話とかで注目してたので、うん、もう入った時からもちろん知ってるし、うん、そのすぐに映像媒体でいろんな大会で活躍して本当に優勝確率すごい5割ぐらいよ、5割はあったよね、決勝行ったら5割ですね、結構だから6回ぐらい出て3回ぐらい優勝してたから、すごい、あ、やっぱ勝負強いなっていうのを知ってたので、うん、もう今回チーム編成聞いた時はもう、あ、これはもう初年度から優勝狙えるなっていうふうにもう自信を持って M リーグに挑みましたね。沢崎さんもだいぶ年の離れた2人と、はい、はい、一緒のチームっていうことなんですけど、あんま関係ないですもんね、年はね、年は関係ない競技ではありますけどね、うん、最年長でいらっしゃるんですね、はい、体力だったりと か, なんか体力はあんま関係ないかな、ただやっぱりね、M リーグ、うんうん、入ってやっぱりスケジュールが一番ね問題よね、うん、やっぱり連投になっちゃったりしてね、ありますね、だから M リーグだけ連投じゃなくて、はい、他のスケジュールとこう重なって、うん、13連投とかね、あれもダメやね、先週も他の映像媒体とで、うん、はい、月曜日から金曜日全部試合やってましたね、ほぼ毎日ちゃんとした試合ですよね、結構大事な試合、大事な試合ばっかり、そういうのやってるとね、いや、すごい、もうそれをできてるっていうのがすごいですよね、うん、本当に、だからやっぱりパッチしますよね他全部に集中するのがやっぱ難しいですよね、難しいですよね、うん、まあ、ここのリーグ出てる人たちはね、まあ、あの次団体でも活躍してる人たちばっかりだから、まあ、大体みんなそうですけどね、でも紹介のために終えたわけじゃないんですよ、たまたま、これあの毎回、これは試合前につけるっていうか、勝利者インタビューの時にそっか、持ってきて、ね、そうそう、持ってきために置いてある、僕のロッカーに入ってます、でこれはつけてましたよね、これをつけて左手につけて僕対局してるので、はい、はい、まあ、さんこれつけないと赤来なくなっちゃう、そう、赤来なくなっちゃう、一回忘れた日大変だったのその日連投だったから一戦目やって全く赤来ないっつって、オカピに忘れてますって言って、二戦目渡されていったらもう赤あれですよね、沢崎さんが言ってる、うん、暗いハイファイになっちゃうってことですよね、だから皆さんこれぜひご購入いただいてこれをつけてやると赤きますから左手に左手につけていただいて、すごい、これ安い500円とか、
った、うん、このなんかポコポコ良くないですか、こうちゃんとね、なんかまっすぐじゃないっていう、うんうん、なんかこの上と下にこういってる感じ、あと青の感じがすごい綺麗に光ってるんで、これもうやばいんですよ、売れすぎちゃって、ないや、在庫がやばいんです、これ美味しいと思ったんですよ、もうあと20分ぐらいしかない、え20分、本当に発注、もうね、大至急、しかもね大至急ですよ、ちょっと諸事情があってね、はい、これと同じものは作れないですよね、これと同じものって廃盤になった、じゃあ初回バージョンはもう初回バージョンはもうない、そうこれは レアプレミアがつく、もうじゃあ一番最初にもうご購入いただいた方はもうレアってことですね、はい、第2弾出ますので、まあそれはそれでお楽しみいただければ、でも両方欲しいわ、これは第1弾ってことですね、これ第1弾、第1弾、はい、中にサインとかするんですよ、これなんかそうそうそう、ピッと外して、この中にシュッと抜ける紙があるので、ここになんかみんなでサインしたりして、サイン入りで光っちゃうんですか、そうなんです、そうなんです、めちゃくちゃいいじゃないですか、これはすごくね、うん、お家とかでも応援しやすいし、いやこれパブリックビューイングなんかみんな振ってくれると ね、 いいですよね、すごく連帯感があっていい、暗めだし、なんかもうこれ光ってたらあそこの辺がもう桜ないさ、桜ないさ、全然いいと思う、なんか連想するものをお題があって、そうなんだ、難しいんじゃないですか、大丈夫です、大丈夫です、こっちで温度取ります、ちょっと待ってよ、今日は勝敗しそうだろこれ、やだ、ありがとうございます、やだ、いっぱい続けていただいて、二重は頑張ろう、はい、はい、大丈夫ですか、はい、はい、同じのはダメですね、ダメですね、あとリズムに乗れなくてもダメ、はい、あと私が独断と偏見でいやいやそれはないだろうっていうやつは止めます、いやもう止めちゃいます、それでは岡田さんから始まるイエーイ山手線ゲームイエーイ、お題は桜ナイツのいいところ、おすすめのところ、沢崎さんがとにかく強い、うん、グッズがもう本家、お手の物です、2人とも可愛い、メガネが2人とも似合う、着てないよね、角川本社に映画館がある、ここでパブリックをやる予定です、はい、パブリックはいっぱいゲストが来る、あ森井さんが面白いマネージャーも優しい、監督のお子さんはすぐ泣くあれまだ1歳半だからね、泣くのは普通、泣くのが仕事ですよ、1歳半はね、はい、ちょっとストップでございました、はい、というわけで、はい、結構いったじゃないですか、30いったね、30いきました、面目立ちました、4、5、6、7、8個昨日流したからね、昨日沢崎さんに会った瞬間に子供がバーンって瞬間にバーンマムシに最近あのみんな流したからね、大人の子供も流しました、怖いんだはい、というわけで皆さん桜ナイツのファンになってください、よろしくお願いします、こちらですね、はい、キラキラ光るペンライト、このピンク色のを持って勝利者インタビューやられてると思うんですけど、皆さん若干振り方が違いますよね、違いますか、実は、はい、特にこれをやろうっていう3人打ち合わせとか全くないなるほど、だからもうそれぞれその時に大ポーズをしようっていうのなので教えたいんですけど、はい、教えてほしかった、あれ気分なんですよ、気分です、答えから言っちゃうとネタバレからいくと気分ですね、普通にこうやって振ってる時もあるし、一応何パターンかは多分それぞれ持ってると思うんで、じゃあそれをじゃあぜひ、はい、沢崎さんからどんな感じでいつもこの場合いつもこうこんな感じ、そうですね、あーそんな感じで、そう価値を持ってるようなね、はい、うん、そうですね、これはお決まりですね、内川さんも変わるんですか、僕は大体あ、そんな感じでした、はい、見たことある、振りかぶる形でやる、ただこのタイミングがね、あの松川さんのタイミングがね、なかなかいつも恥ずかしがっちゃうんですね、内川さんは、なので恥ずかしがらないぐらいトップ取りたいと思います、はい、岡田さんは私はこうですね、うん、本当ですか、え、こう、あ、これ持ってる、私こう持ってます、あ、でもこうすると桜ナイツが綺麗に見えますね、さすがモデルさん、これは鏡を見てこうした方が一番楽なの、見せ方が、え、私どれやったらいいですか、いや、やっぱオカピのやつはいいと思うよ、これですか、
左足だっけ、でも右にしちゃうと桜ナイトが逆になっちゃうんですよね。だから逆手でもこっち側が一番なんかこれが一番映えるかなですね、っていう感じですかね、うん、こうやった方が。そうですね。それではトップを取ったのは桜ナイツでした。角川桜ナイツはですね、新規参入チームということで、2年目の M リーグを引っ張って、より盛り上げていきたいと思っておりますので、応援の方をよろしくお願いします。はい、応援よろしくお願いします。お願いします。